はい、ご視聴ありがとうございます。ハレイラプラスの津村です。ご視聴ありがとうございます。ハレイラプラスの原部です。ハレイラプラスの井川佳彦です。ありがとうございます。ハレイラプラスの職人デザインです。先週に引き続き今週も4人でお届けする第42回、対戦バラエティハレイラコンバットなんですけど、4人はい、じゃあ逃走したいですねと思われるかもしれないんですが、まあさすがに2週連続ね、そんなわけはないと。そんなわけはない。押していくのかな。今週もやね。実際42回やっててまだ触っていないフォーマットが、はい、今回はそのブースタードラフトのようにやってみたいなと思いました。はい、ドラフトって普段は、基本的には8人でやることが多いんですけど、うん、まあ、全然4人とか6人でも、遊べるフォーマットなので、そうだ、ね、今日この4人でやっていきたいなと思います。ドラフトってことはパックはじゃあ何をしますか。パックはこちらの最新のマスターズ25。おマスターズ 25? マスターズ25って置いてある置いてある目の前にあるから、ね、何色最近モダンで解禁された神ジェイスも、うん、青春を刻むものジェイスも入っていると話題の、うん、はい、こちらを使用して今日はドラフトをしていきたいと思います。はい、ちょっと軽くなんですけどブースタードラフトのルール説明をさせていただきたいんですけど、はい、まず1人、各自に1人1パックを開けて、カードを、15枚ですか14枚か14枚かな、はい、14枚の中から好きなカード1枚、ピックしまして、それを自分のカードとして、取って、その後残りを、時計回りに回していくっていうのを各自が繰り返していって、パックのカードがなくなるのでそれを繰り返します。で、2パック目に入ったら、また同じことを繰り返すんですけど、今度は逆時計回り、反時計回りで同じことを繰り返します。で、3パック目再びまた時計回りに戻ってピックを続けて、42枚のカードの中からデッキを構築することになります。はい、最初は正直全然わからないと思うんですけど、これをやっていくとすごく楽しいフォーマットなので、はい、そんな感じでちょっと早速やっていきたいと思います。4人ドラフトだとね、まあちょっと8人に比べてどうしてもカードが少ないけれども、そうですね、ちょっとデッキが弱くなりがち、あのプレイヤーの人数が減れば減るほどパックの数も減るので、ちょっとデッキが弱くなっていくと言われてますが、うん、まあ、その分ね、ちょっと弱いカードをうまく、そうですね、どんだけうまく使えたとか、はい、そういったところもね、組み合わせ違いが、はい、ね、ありますね。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。レアは正義の Easy Pick。 Easy Easy。 カード11枚ぐらいは分からなかった。だいぶやばい。そう、やってない頃のカードが多いもんね。最近のカード全然ない、まあ、あの赤の火力に関してはその倒した相手側に出ると思ってた、うん、このカード弱すぎだろ。クリーチャーを弱くするみたいな、うん、で何回読んでもこれが強いことは分かったからこれは取ろうと、うん、これも初めて見た。これも見知らないです、うん、カード名聞いたことあるけど、そうだ、フィニッシャーということしか知らなかった。昔のね、スタンダードですごく活躍したカウンターされないですよね。サイクリングしてた青系のミラー、うん、これね、パックあんまりマナウォーカー、オオクラゲとか、オオクラゲはまあすごい硬いね。これはなんか白っぽくないなと思って、能力がなんか摂氏、もうさながら摂氏みたいだったから、そうだね、これいつの時代のカードなんだろう。確かにこれ僕もいつのカードか知らない。めっちゃ古いんじゃないかな、多分。今だったら絶対出ないですよね、こんなカード。そうだね、色の役割違うよねみたいな、まあ、だからちょっとアニバーサリー感に浸ってる。マジックの歴史は古いなって。1週後何が返ってくるかなって考えてるのかなと。テキスト見直してるだけです。もちろん読んでる。中身は全く覚えていない。これもね、俺のパックだから、ランカー、あ、ランカー取ってないか。突発だよ。あ、これは突発だ。これなんかラッパと突発あって、うん、おっつって、で、そういう感じにしたら面白いかなって。あ、そうか。あ、ラッパを見て。そうそうそう。で、突発から取ればラッパーは絶対返ってくるから、で、さっき赤白の土地あったから、うん、まあ、マナシンボルできて面白いかなって言って取るんですが、取ったところで4人だな、セーバーと。そんなアーキタイプに寄せたピックしたらデッキにならない可能性高いなと思って。あ、でもこのパック何取ればいいか分かんなかったです。これ何が、これね、いや、かなり弱かった。いや、弱かった。これ本当に地味だよ、パック。笑ってるもん。俺は分かんない。何取ろうかなみたいな。でもみんな取って、もう待たして悪いから、もう適当でいいやつでゴブリンで。ブロービット通称マツダ。これもよく分かんなかった。これはまあ基本的にあんま強くない。構築のカードだね、これは。まあバーンのサイドとかになる。そう。昔はよく使ってたんだけど、スタンダードでは。これ取って、で、
あれもう一周してきたっつって、うん、トークン無理やんってなってもうやめた。じゃあここは青のあれかな、ごまの3リットルのかな。あ、そうですね、もうだから青白飛行みたいな感じでいいかなみたいな。ここは206かな、だった気がする。まあそういう方向で行こうかなって思った。止めて回避能力で、うんうん、06フェリストロン、古典的な青白ガッチリみたいな、うん、ヒギの否定取るのかな、多分、うん、あ、そうそう、このカードの評価がよく分かんなかった。これどうだったんですか、その元々の環境の時は。元々の時はさすがに僕らもやってなかった。これね、アライアンスのカードなんで。あ、そんな古い放送ビルと一緒のパッ、うん、確かにちょっと変ですよね、うん、効果。そうそうそう、次のターンに引くっていうのがそもそも最近ないから。一応構築では使われてたんだっけな、はいはい、一応まあ青の無色、青と1個で使える確定カウンターだから、うん、相手が2枚こっちが1枚引くから損はするんだけど、まあ、でこの時点でその飛行クリーチャー全然取れてなかったから、うん、まあ、ある程度守る手段が欲しくて、で、あの重し飯プロテクションスピリアってすごい早く消えちゃったから、うん、まあ、評価高いカードとしたらこれぐらいでしか穴埋めできなさそうだなと思って、うん、まあ、ちょっと1枚取っとくか。で、これ4体タップじゃあ取った気がする。なんか飛行ビートだったらこういうごまかし1枚あってもいいかみたいな、うんうん、ちょっとちゃんとしたリミテッド感が備わってきてることにちょっと安心してこういうドラフトやると毎回めちゃくちゃなことをピックして、うん、お前これありえんよみたいな言われるからこのカードの強さは知らんかねえみたいな知らんな知らんなよく言われるから知らんけどって徐々に覚えてきた体で、ね、ドラフトはあれですよね、1パック7枚から8枚取れば、うん、足りるから最終的に間に合う。取りすぎる必要もないからね、うん、4マナをとりあえず開けるように意識して、どうせいるだろうってなんか俺はあるかわからないけど飛行といえば4マナ423とか422はいるやろ、なんかあるでしょって言って、まあ、4マナ開けて他のマナ1を取るようにして、あとはその4が膨らむことがすごい、逆に取りすぎて膨らむことが多いから、うん、その5はあんま取らないとか。実際このセットだと、まあ、あれか幽霊船とかがいたのかな。あ、これそうそう、これ今の4マナ24飛行3マナで再生で、このパックイブミセットとか出たら、ちょっと今やってる方向性とあまりに噛み合わなすぎて、でこれ取ると正義の命令使えなくなるから、うん、まあ、結構トレードオフというか、まあ、同じぐらいかなと思ったから、あ、まあ、イブミセットやめとくかみたいな。ちょっと赤濃くするのはどうやっても無理そうだったから、すごい流れ悪かった。でこの3万3人が一周して帰ってくればいいなぐらいか。いや、3人取ったんですよね。あ、3人逆に4人4の方が自由はないかなと思って、うん、なんかそ僕その4体タップとか来たし、はいはいはい、そういう戦略取ってる人多分いないから、まあ、4人だったらこっちの方が帰るかと、まあ、8ダルとかだったら多分帰らないと思うけど、確かに1泊目の腹猫の内容だったら青の方が多かったし、そうそう、でその白が混雑してるのはちょっと感じたから、うんうん、まあ、こっちを取っとけば4人を帰ってくる。なるほどなるほど、まあ、特に青い人が青赤だったら2分目だと取って4人を帰ってきやすいから、うん、まあ、そのイブミゼットを流して3人を取るのってことでちょっと悲しさを覚えるドラフトならではな。で一応その4の飛行をこう安定的に着地させるために3のクリーチャーを強くしておくと、うん、まあ、そのゲームの流れがうまくいくんで、そうだね、その4マナ息のクリーチャーがブロックに、ね、参加しなくてよくなる。そうだね、そうそうそう、でかつあいつも飛行になるから最終的に、まあ、カードすぐ噛み合ってていいかなと。さあここは好奇心かな、うん、好奇心にした気がします。まあハメパターンが一番作りやすい。でこのカブトガニで、うん、なんかあのあれでコンボすんのねみたいな、ね、なんで鉄火の螺旋なんだと思ってて、なんか収録普通にバンス入れてくれよら相関でいいじゃんって、ああそういうことねみたいな理解しました。このパックも結構、あ、これかな、コートハスターするのかな、ベストベスト、まあ、うん、もう実績あるね、まあ、優勝正しきカードだよね、コートハスターも。こいつはスタンダードでも当時大暴れしたね。でしかもこのさっき正義の命令っていうのは明確にあのたどり着きたいカードを取って、うん、ね、40枚デッキだとまあまあ狙っていけるからいいなと思いつつ、ただまたラッパと突発来てで一応やれよかったなと、さすがに今からは戻れねえなみたいな感じか、はい、おサバンナライオンかな、ここはこれにしときやすい。ああ毛布か、うん、もうだって15年ぐらい前のカードだ。スカージだよね、こいつ確か。最初の変異ですよね、うん、そうそうそう、オンスロートブロックの最後か、スカージ。そうだね。これはちょっと効果間違えてる。今見たら、タカカ
でサバンナライオンの方取る？イルカは取らないですね、多分。ヨンドラで、まあ、1枚だと意味ないから、ね、サバンナライオンかな。おお、ちゃんと幽霊帰ってきて、お、お、狙い通りって。しめしめ。で、まあ、でこれで、まあ、青の飛行系、なんかそういう感じのカード多分取れるから、まあ、ちょっとそれ以外の汎用性高い方から、次は取ろうかな、みたいな確認にもなる。お、カブトガニはまだあるけど、2万駅から取るのかな、うん、ここ1枚ぐらい少しあってもいいかな。あ、ちょっと2が薄かったから。そうだね、まだここまででほとんど取ってないのかな、青白の2色だと。あとその赤が結構なくなってたんで、あの、まあ、それなんかアグロデッキいたら嫌だな、ちゃんと受けれるようにしておいた方がいいかな。今の06をもうちょっと重ねられてればよかったんですけど、この人だって1枚しかなかった。で、ここはライオンもあった、ラセン取るか。うん、カブトガニ帰ってきたらいいかなぐらいの。さあ、で、タカが帰ってきて、まあ、ここでまあ取るもんないし取っとこうみたいな、まあ、刺す鳥みたいな。で、ここの順目でタカ来ると、まあ、3パック目で彼に向けても、うん、そのまあ、いらなかったんだろう。この1個前の順目ぐらい取ると、うん、まあ、誰かタカ取ったみたいなんで、はいはいはい、消しとかってなるけど、ここぐらいで取っとくと3パック目もし出てもそう、ちょっと順に落として取れる。お、開けていた4マナ域にレアが来たぞみたいな、まあ、ただ、まあ、別にそんな強くないだろうなみたいな。で、確かパッシーやって、まあ、普通ならパッシー取りそうな感じ、うん、けど、まあ、ちょっと噂の感じ、うん、面白そうだから取っておろうかなと。これね、すごいよね、この読んでみて、現時テキストがやばい。まず名前、浅瀬虫が死亡した時、このクリジャーが死亡した時、えやばい、クリーチャーが死亡。ちなみに僕最初の3行で3回読み直したから初めて。大体最後まで、大体最後まで読んで、え、どういうことってなって読み直すじゃないですか。最初の3行で何回も読み返したの初めて。死亡した時、死亡した時、死亡した時。で、これ英語版の方が分かりやすいらしいけどね。あ、そうです、うん、フェニックスと一緒だよね。まあ、だからキャストした時にそれを読み上げようと思って。お、すげえわ。で、このパックの423のグリフィンがあって、まあ、うん、嬉しいなみたいなね、入ってくるといいなっていう。ハバって何するんだっけ。アーティファクトかエンチャントを拾うんですよね。ああ、でもそんなにないか、自分から落ちるものが、うん、あ、エクスクルード、あ、エクスクルードが結構良くて、で、あの、これもあるんですよ。あ、発散もあるのか。そうで、タカもあるし、まあ、タカは後で取れる、ね、そうだね、タカは後回してコートハッサーと除外どっち取ろうかなみたいな。そうで、まあ、正直なくなると思ってなかった。その青白っていう空気なかったし、でも後で考えたらタッチとかの確かに血を使えるのかと思って、うん、確かにどこで消えたんだろうね。いや、わかんない。で、あ、青白いたんだと思ったらいなくて、でしかもタッテルも使ってなくて、何だったんだろうと思って。なんだ、ジェレミー、まあ、ジェレミーが多分取ったので、この2人でピント来てないってこと。今ちょっと除去全然取ってなかったから、でしかもあの津村さんに見せと流してたのもあって、うん、まあ、その対戦するの対戦的では意味ねえと思ったんですけど、実は、まあ、ちょっとね、その大型に対処できるカード少しは欲しいなと思って。まあ、エクスプロード普通に強いしね、ね、ね、まあ、2個いってたもんね、うん、結構でも青白のその3マナ引きとしてはかなりいい方だと思うんですけど、うん、4枚目の土地にアクセスしつつ、その飛行にうまくつなげられる、うん、あ、タカもあるやんって言って、これでじゃあタカは3枚いけるかなみたいな感じか。いや、さす枚目はカットされると思ってました。あ、だから2枚目までは取れて、でその直前の人が、うん、取るかな。ただこのパック結構強そうだったから、うん、だからその、まあ、あっても別にいいかなみたいなカードあったから、うん、じゃあタカは絶対には2枚目は欲しいからタカは払ってきた。グリフィンを流して、この前でグリフィン1枚見てたから、うん、まあ、ちょっと今現状あの浅瀬虫を取ったせいで4マナ若干肩になってたから、うん、まあ、確かに4もそろそろ、うん、まあ、重なり、なんか経験上その4重なりすぎる青白は結構まあ弱いっていう、うん、またグリフィンおるぞと。今回はしかもかなり取りやすい。そうだね、他の候補がない。3枚あるとさすがに強いからね、うん、2だとちょっと微妙ですね。そうだね、うん、さあ、ここはジャイグロか。いや、あ、雲隠れか。
いやでもそこはまあブリンクしてあんま強いやついなくて、うん、悩ん でスペルそんないらないなと思ったから確か殺害をカットした気がする。結構飛行クリーチャーの数が少なかったからでグリフィン帰ってきてラッキーと、まあ、ただ殺害またあってすごいな誰も取ってねえぞみたいな、うん、これグリフィンとシナジーするやんビヨン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 。あの結構そのインスタントタイミングでパンプするのはまあ結構いい、まあ、そう守るときとか便利ですね。そうそう、であとはあの一応クラゲも取ってるから、うん、まあそこそこシナジハハ入ってるんでしたっけ、デシャドウ。入ってる、入ってる、入ってる。あ、いやあ、入ってないか、デシャドウは。ごめんごめん。戻して。ナイス。おぉブレインストームシャッフル。かっこいいでしょ。終わり。セッシー。セッシー。はい。はい。はい。終わり。最近。何サイクル？ここから普通のサイクルに。あ、ワンドロー、はい。ラッキーピンクのマナーっていう曲1なのでカード捨てると返します。はいはいはい、はい。あ、あれか出してと、なんかあれですね、サイクリング付きのリアニメイトみたいな、うん、はい、プラチサンク、まずサンク、はい、サンク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 、回収した。これディスカードしてる。ああ、はい、除去、除去さすがいだよな。こんないるぞって。はい。なんだそれは。なんか、こいつがブロックしたやつの配置ある。へぇ、ブロック接種みたいな。はい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 。はい。5点。おぐ。最後。あ、引いた。あ、もう止まった。じゃあ。リビエンド。リビエンド。ズンダ。インターン。オッケー、で、次の開始時、うん、わー、おらなるほどね、すごいでしょ。ダメそうだな。いや、ダメだな。オッケー、おっしゃー、耐えたー、すーがーダダダッテ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 すげえウィーン。今日は来るんです。
や、ベリービューティフォルで、ビューティフォルで。おそばなんだ。おアイキャンドルジェネプロテクト。ゲームフリーゲーム4アイフォーソーシングライフ yes, free life サンドライフいや、オッケー、スリーゲームあ、スリーライフ if you, yes, free game スリーライフプラス4プラス4、yes でもこれ、昔アンボだからこれうん、そもそも How much? 7 8 8 13 何だっけそれ Sure本当What is this? エンスナリングブリッジエンスナリングブリッジテクニック10クソでかい。No chance. Defender. Too big. No, sorry. ごめんごめん。はい。はい。Just move. うん。Attack. Just move. Attack. Move. だ。うん。やんな。やれや。チャンスチャンスダンパリーオッケーメイビーオッケーファーストプリオリティはいゲームでバンカージャイアントグロースライオン。はいはいはい。確かに。ビザーだ。はい。アタックします。3はフライング3はフライングライフ検知6 9 3 1 2 3 15 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 5
My life 21 サブクリーチャレンジ、はい、はいはいはい、ピコピコうわーカモン、ここ 16バランス的だ、あーゴーテューレイ、ノーバートテューレイ、マイウィンゴーこいつを食いたかったせどうぞ、ストライクユー弱っH
はい、というわけでお送りした第42回ハリラコンバットいかがでしたでしょうか。はい、今回初めてのドラフトでマスターズ25を使用させてもらったんですけど、アンコモンとかも含めて結構豪華な顔ぶれでした ね、そうですよね。僕が罠の橋のホイール引いて、あとリシャーダの港とか回ってましたし、大観覧活性とかね、そうですね、古き物の活性と、これも取り切りかなと思って一応画面といたんですけど、まあ、通りの悪霊とか、そうですね、ハイノヤセチとか剣をスキンとか、ただ有料コモンコモンが多い下の環境を始めるならね、いいかもしれないですね。はい、出来としては井川さんのかなりおしゃれでしたが、そうだね、ちょっとね1の1でいける屍取ったから、取って1の2でなんかサイクリングクリーチャー2種類ぐらい見たんで、でこれワンチャンいけるんかなと思って、もうそこから一直線で、人生でねラウンド13枚のデッキ組んだの初めてじゃないかな、まあ、見た感じもうちょっと、うん、そうもうちょっといけたんじゃない、12か11までいけるかもしれない。ジェレミー曰くあの2マナミのカブープレデター、カブーの捕食者っていうクリーチャーを使ったデッキがベストアーキータイプだ、はい、結構、まあ、井川さんみたいな特殊なデッキも含めこの環境でしか組めないアーキータイプもあると思うので、皆さんもぜひやっていただければなと思います。スラストは楽しいですよとね、はい。そして現在、マスターズ25ワンボックス当たるプレゼント企画を行っている。お、ちょうどいいじゃないですか。これそうですね、これをもらってドラフトぜひ遊んでいただければなと思うんですけど、うん、詳しくは第 40回の、ハレリアコンバットをご覧ください。はい、そして最後に、恒例のハレリアチャンネルからの告知です。現在チャンネル登録者数1万人以上集めて、ハレリアコンバットに YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。8200撮影地点で、じゃあもうすぐですね。もうあっという間。最初ね、第1回とかやってた時まだ2000人とかだったと思うんで、うん、もう皆さんのおかげであっという間にまた一息だと来ましたよということで、はい、残り一息ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回第42回ハレルヤコンバットドラフトでお送りしました。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。